これよりセーフエリアに侵入。南の防衛線を観察中、厳しい検問で高架橋を封鎖。2門のターレットが南、東、西の侵入路に睨みを利かせ、観測塔は防衛線の内外に大勢の人員を配置してるわ。 GCT には入れないとベニテスに伝えて。この道ではとても無理。私がもし引っ越すことがあるとすれば飢えた時だろうな。人は食べ物がある場所に行かざるを得ない。LMB が補給物資を狙ってるのもそういうことだろう。奴らもそんなに食べてないのかもしれないが、だからといって奪っていいわけじゃない。お前がどうにかしてくれれば思い知るだろう。警告、これよりセーフエリアを離れます。
マレーヒルの全要員に連絡。2番街東36番通りで救急物資の受け渡し予定あり、ドロップゾーン付近でエルフィーを確認、応援を要請。感谢你所做的一切。大国，谢谢你同事的分享。されています。接近中。
接近中。警官たちは弾いてるに違いない。彼らの役割をお前が果たしてくれたんだから。ウイルス対策と これはおすすめだよ。身軽に旅するのは賢明よ。させない。何でも売るよ。
南の防…私は2回韓国に派兵されて、本物の兵士というのは LMB の連中のような行動はしないことを知ってる。奴らはただ集まって人を痛めつけてる。敬意も何もあったもんじゃない。善良な市民を家から追い出すことは許されないと奴らに伝えてくれないか。分かったか。あ、この俺たちが手に入れる。さてやれ。銃を撃ってるで。テリーがあいつらに。準備しろ。東34番通りに多数のライカーズを確認。応援を要請。みたいな奴が必要だ。南の防衛線を観察中。JTF? 連中はずっと最善を尽くしていた。消防士、警察官、交通指導員、とにかくみんなだ。
水が止まって明かりが消え始めた時、彼らはみんな状況を維持しようと努力した。だがいつか状況は改善するなんて約束とバッジだけで事態を収束させられるか。町の人々はおかしくなり始めた。食料を盗んだり近所から奪ったり。だがどうしろと。しばらくして俺たちも彼らと一緒になって JTF と呼ばれるようになったが、それではまだ十分じゃなかった。手並みであの状況を対処したな。お前のやり方には無駄がない。気に入ったよ。